知ることでゲームが楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。主にゲームの解説動画を作らせていただいております。よろしくお願いいたします。というわけで今回も前回に引き続き BOS の歴史進めていこうと思います。前回の解説では BOS の創設の歴史をお話ししました。そして今回の動画でわかることは BOS の創設直後の出来事、アパラチア支部の戦いの物語です。年代でいうと2077年から2103年の出来事となり、戦後の混乱から BOS がどう立ち直っていくのか、その歴史となります。また今回からはより分かりやすくお伝えするため、 BOS が何と戦ってきたのか、それを主軸にお話しします。前回ロストヒルズバンカーを接収した BOS までのお話をしましたが、今回はその直後からのお話となります。舞台となる作品はフォールアウト76、そうアパラチアです。それでは早速始めていきましょう。ブラザーフッドオブスチールの歴史第2章、アパラチア支部。最終戦争の後、まず BOS の前に立ちはだかったのは戦後の混乱でした。かつての米軍兵士は最終戦争後の混乱で指揮系統を失い、何のために戦えばいいかもわからない状態でした。そこに意味と目的を与え、共に立ち上がろうと声をかけたのが初代エルダーロジャー・マクソンでした。これは前回の解説でもお話ししました。そんな戦後の混乱状態にある BOS の奮闘が初めて描かれた作品、それがフォールアウト76です。76ではエリザベス・タガーディ率いる米軍の残存部隊がロジャー・マクソンの指揮によって BOS に加入するまでの流れとその後が描かれています。エリザベスはロジャー・マクソンが最も信頼を置く戦友の一人であり、二人は最終戦争以前から連絡を取り合っていたことが知られています。事前情報はこのぐらいにしておいて、歴史の解説を始めていきましょう。2077年、米中戦争の影響で緊迫するアメリカ各地では作戦に備えた演習がいくつも行われており、76の舞台となるアパラチアでも同様にタガーディ率いる米陸軍のレンジャー部隊と中国軍に扮した海軍との間で演習が行われていました。このレンジャー部隊はタガーディ・サンダーと呼ばれるエリート部隊です。そしてその演習の最中、最終戦争が勃発します。突然の核の嵐に混乱しながらタガーディたちは安全地帯まで撤退し、なんとか一命を取り留めました。タガーディはその後何日も無線に耳を傾け、そこで聞こえてきたのはロジャー・マクソンによる演説でした。その演説では米軍から脱退したこと、そしてマリポーサ軍事基地であった研究者による非道の数々が語られていました。発信場所はロストヒルズバンカーとなっていますが、この放送がされたタイミング的にマリポーサ軍事基地なのではないかという意見もあります。ただ1週間程度経過していると思えばロストヒルズでも間違いありません。タガーディはそこで政府の数々の裏切りとスーパーミュータントの存在を知ることになりました。彼女はとても信じられませんでしたが、その後それを身をもって知ることとなります。アパラチアのウエストテック研究施設にはびこる人体実験で生み出されたスーパーミュータントを目にしたのです。真実を知り指揮を奪われ、戦う目的を失ったタガーディ率いるタガーディ・サンダー。しかしそこに一つの連絡が入ります。そしてその人物はロジャー・マクソンでした。最終戦争の勃発後に多忙なロジャー・マクソンが真っ先に連絡した相手はタガーディでした。彼はタガーディに BOS の理念と活動内容を伝え、加入を提案します。最初は戸惑っていた彼女ですが、最終的には提案を受け入れ BOS へと加入しました。隊長、ありがとうございます。これを聞いているのは私たちだけです。理事、どうも。 BOS とはそもそも何のことですか？ここの連中は混乱していますよ。大胆な行動が必要なんだ。アメリカ軍であり続けることはできない。将軍、あるいはゴミ政治家たちがボルトを出て我々を利用し始めるということだ。また同じ過ちを繰り返す命令を下すだろう。また核が落ちてきて人が死ぬ。お前もそう思うだろう、理事。それはわかりますが、でも BOS ですって？ナイト？あなたのことはエルダーと呼べと。言葉には力があるんだ、理事。言葉から自我が生まれる。
使い続ければ意味を持ち始める。ローマ帝国崩壊の後、西洋文明の残骸を守ったのは騎士と書記だった。我々は新しいナイトとなる。だが名前以上のものが必要だ。我々独自の、そうだな、神話だ。民衆が心から信じられる何かだ。本当にこんなことをする必要が？他に何ができる？大統領だと名乗るか、上院議員を名乗るか。周りを見ろ。放射能や化け物以上に我々を殺しているものがある。それは不安だ。何かで補わないと人々の魂は枯れてしまう。ゾンビと大して変わらない存在になってしまうんだ。命令を遂行できるように最善を尽くします。時間をかけろ、理事。人々は信じたい何かを渇望している。これによって BOS のアパラチア支部が設立されることとなります。タガーディの階級はパラディンとなり、アパラチア支部のリーダーとなりました。その後彼女はキャンプベンチャーを立ち上げ、多くの兵士が BOS へと新たに加わります。そしてここで巨大なコウモリの姿を見たという報告が上がりますが、当時は大きな問題にはなりませんでした。 BOS は長きにわたって現地の集落と関係を築き、同じ志を持つ組織レスポンダーとの同盟関係も結びました。そしてついに2086年スーパーミュータントに対して勝利を収めました。ロジャー・マクソンもこの活躍に大いに喜び、戦後の復興を確信します。しかしレスポンダーへと要求する物資の多さから、その関係は次第に悪くなっていきます。そしてここから BOS アパラチア支部が戦うことになる相手、それはスコーチビーストです。アパラチア BOS は順調に成長していましたが、ここで過去に発見報告があった巨大なコウモリが大きな脅威となり始めます。似たような変異が人間にも確認され、 BOS はそれぞれをスコーチ、そしてスコーチビーストと呼びました。この脅威との戦いは長きにわたり、 BOS は次第に疲弊していきます。アパラチア支部の装備は貧弱でしたが、ロストヒルズからの技術支援とロジャーの言葉によって何とか持ちこたえていました。ゲーム内で出会ったことがある人はわかると思いますが、スコーチビーストは普通にめちゃくちゃ強いです。モールラット1万匹分ぐらい強いですね。ご存知の通り、フォールアウト76は最近のタイトルでありながらも、2102年が舞台というナンバリングタイトルでは最も古い時代のお話です。我々の感覚ではスコーチビーストはかなり新しいクリーチャーの印象が強いので、ここも面白いところですね。スコーチビーストがあまりに強力なため、タガーディたちは核兵器の使用をロストヒルズに提案しますが、これは却下されてしまいます。世界を崩壊させた核を使って脅威を排除する考え方はロジャーにとって許せないことでした。それはまさしく過ちを繰り返すことだったわけですね。ロジャーは現地の仲間と協力しろと提案しますが、レスポンダーとの関係悪化によってタガーディは現地の人々を信じられなくなっていました。2093年キャンプベンチャーは放棄され、 BOS の拠点はサンダーマウンテン発電所とディファイアンストリレだけとなります。物資に乏しく疲弊した兵士、崩れた同盟関係、迫り来る脅威、そんな彼らがかけられるものはもう自分の命しかありませんでした。そして2095年1月タッチダウン作戦が開始されます。BOS は南東の鉱山跡地にスコーチビーストの巣を発見し、突入を決行します。 T51 で武装した精鋭部隊は工兵と共に鉱山に潜り込み、決死の作戦の後に自爆、見事に巣を破壊しました。リーダーのタガーディも殉職したものの、彼女らの成果は見事だったと言われています。その後スコーチビーストはアパラチアから姿を消したと思われました。しかし2095年6月、再びスコーチビーストが姿を現します。作戦の失敗が確定したことで BOS の残存部隊は希望を失い、被害も拡大していきます。そして2095年8月、スコーチの大軍がディファイアンストリレを襲ったことを機に、 BOS のアパラチア支部は壊滅、生存者は一人も残りませんでした。一方その頃衛星通信が途絶えたことによって、ロストヒルズバンカーのロジャーはアパラチア支部の状況が分からなくなります。これに不安を覚えたロジャーはパラディン・ラフマーに率いる遠征隊を編成、アパラチアへと向かわせました。
そしてその途中となる2097年、ロジャー・マクソンの孫ジョン・マクソンが生まれます。ロジャーの息子でありジョンの父となるこの存在については名称が言及されたことはありません。2103年、ラフマーニたちはアパラチアに到着しましたが、アパラチア支部は全滅した後でした。ラフマーニたちも道中の戦闘で兵力を失い、残る遠征隊メンバーは彼女とナイトシン、そしてスクライブバルデスだけです。他は現地徴用の志願兵のみ。ここでラフマーニ率いる部隊の紹介をしておきましょう。彼女らの個性が非常に分かりやすいのでとても面白いです。レイラ・ラフマーニは遠征部隊のリーダーであり、階級はパラディン、性別は女性です。戦前はナショナルガードに所属していました。彼女は BOS の理念には従いつつ、民間人の保護や地域の平和維持についても気にかけている人物であり、キャピタル BOS のエルダーリオンズの考えに近いとも言われていますが、確かに似ていますね。考え方としては完全に東海岸の BOS です。ナイトシンことダニエルシンは遠征部隊の戦闘全般を担当するナイト、性別は男性です。モハビ・ウェイストランドの出身であり、レイダーの襲撃から集落を守ってもらったことがきっかけで BOS へと加入しました。 BOS の掲げる戦前のテクノロジーの保全以外に全く興味がないラフマーニとは真逆の考えを持っています。基本的に一般人への配慮は一切せず、その目的のためなら民間人に武力で応じることもあります。考え方としては完全に西海岸の BOS やアウトキャストと同じです。二人の過去を考えると考え方が逆な方がしっくりくるんですけどね。オデッサ・バルデスことスクライブ・バルデスは遠征部隊の技術改修担当、階級はスクライブ、性別は女性です。これといった背景はありませんが、とても優しく、そして丁寧な対応が印象的な、ある意味一番まともな存在です。設備のテストなどで主人公を困らせたりもしますが、基本的に常に正しい判断ができる人物ですね。そしてご想像通り、常にラフマーニとナイトシンの板挟み状態です。唯一の欠点があるとすれば、若干モイラ・ブラウンっぽい雰囲気があることでしょうか。ラフマーニはともかく声優の雰囲気も含め、フォールアウト4のナイトリースとスクライブ・ヘイレンを思い出して仕方ありません。アパラチア版のグラディウスですね。そしてここからはフォールアウト76の BOS クエストの最終章、2021年7月に実装されたスティールレインの内容となります。 BOS 関連では最新の内容のネタバレとなります。ご注意ください。そしてここから FEV との戦いになります。アパラチアをめぐるスーパーミュータント問題は裏でまだ息を潜めていました。重要人物となるドクター・ブラックバーンはウエストテックの元研究員であり、この時になっても FEV の研究を諦めてはいませんでした。その中でも積極的に進めていたのはドクター・ファラー、ドクター・ジェイン、ネリーといった他の研究員です。彼らは調整した FEV をアパラチアにばらまき、人類を過酷な環境に適応させようとしていました。ラフマーニ率いる BOS はもちろんこの研究に反対、マリポーサでの悲劇を繰り返さないためにも全力で阻止します。そして FEV の効果を証明するため、ブラックバーンは自らの体を FEV にさらし、お決まりのスーパーミュータントへと変異、 BOS によって処分されます。研究者は自分の過ちを認め、心を入れ替えて人類のために尽くすと説得しました。しかしここで残った研究者の処分をめぐってラフマーニとシンが対立します。シンは彼らを処分することを求め、ラフマーニは彼らを信じて未来を託すべきだと考えました。その後の展開はあなた次第。ここでアパラチアの物語は終わり、西海岸本部ロストヒルズバンカーの物語へと移り変わることになります。というわけで BOS の歴史、アパラチア支部の物語は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。